この野球を球外して火薬取ってさあチェックしてるとこだけど、リサイズした計測器が全くないんで、これちょっと光が足りんな。これで見えるかな。これじゃちょっと見えんな。とにかくこれピカピカの新品ですが、なんとこういう状態の新品でしたが、ああ、ピント合わんな。この雷管実は爆発した跡がある。中見ると、や、火薬が全然ないんで、これはドカンといってる。つまり工場から出てきた新品の実報地震がこういう状態できました。そしてこれに気づかず撃った人がパン、ん？って感じで これを見つけたんじゃないかなと思う。まあどっちにしても不発弾なんで捨てたんだと思うけど、非常に珍しい。この状態で叩いてパンっていうのはあんまり見ないよね。大体この状態で見ると火薬はしっかり残っててってな感じなんだけども、この雷管ちょっとバラしてみよう。この雷管ピントが合いませんが、雷管のちょうど中心部分がちょっと黒くなってるけれども、ここは完全に叩かれた跡になってる。この雷管取り外したら多分へこませるんで、ちゃんと見えないと思うけど、まあ、一応ここへこんでるのを、やっぱりパンっていってますね。雷管の残りを取り出しました。ピカピカの新品です。そしてこれが雷管、ピント合わんな。何も検証できんけど、まあ、一応へこんでましたので、外から叩いてパンと言いました。以上。